このニュースは小渕優子氏が自由民主党自民党の衆議院選挙に向けて党の選対委員長として勝てる体制作りに取り組み意向を語ったインタビューについて報じています。以下に要点を分かりやすく解説します。小渕優子は日本の政治家であり自由民主党自民党のメンバーで現在は自民党の選対委員長を務めています。選対委員長は選挙戦の指導者として党の選挙活動を組織し指導する役割を果たします。このニュースでは小渕氏は衆議院選挙に焦点を当てています。衆議院選挙は日本の国会選挙であり国政選挙であるため政党や候補者にとって重要なイベントです。小渕氏は選挙に向けて勝てる体制作りに取り組むと述べています。これは自民党が選挙で勝利するために選挙戦の組織や戦略の強化を意味します。具体的な取り組みや戦略については記事内で詳しく説明されている可能性があります。このニュースは自民党の衆議院選挙に向けた戦略と指導者の意向に焦点を当てており日本の政治に関心のある人々にとって重要な情報となります。